シェルブール解放を伝える、連合国軍の伝誕。右の写真がフォン・シュリーベン将軍である。ヘネッケ提督と共に連合国軍に投稿したフォン、シュリーベン将軍。背を向けている人物は、ベ陸ク軍のコリンス将軍。カール・ビルヘルム・フォン・シュリーベンは、ドイツの軍人。騎士鉄十字章受章者。最終階級は中八1894年、アイゼナハにて生を受ける。 父ビルヘルムフォン・シュリーベン少佐は、プロイセン陸軍第83予備不評連隊の連隊長だったが、第一次世界大戦勃発直後に戦死している。カールビルヘルムフォン・シュリーベンは、父の死を受けて陸軍に志願入隊した。1914年8月11日、候補生として、第3この F 不評連隊に配属される。1915年1月9日に、 士官候補生、同年3月3日に、商へと昇進し、秋頃から中隊長として勤務する。その後は、大付副官や召喚付副官などの役職を務める。1914年と1916年には、前線で負傷している。1917年1月27日、第3個の F 表連帯にて大体付副官に任命される。1 9十八年春、 第60軍団の司令官付副官に任命される。敗戦後の1919 19年1月1日、予備大隊に所属を移す。同年10月1日、バイマル共和国軍の第29連隊に配属される。1921年10月1日、第9不評連隊、第2大隊付副官に任命される。1924年、 ブレスラウに駐屯していた第7系不評連隊に配属される。1925年4月1日、中尉に昇進。1929年4月1日、グリンマに駐屯していた第12系不評連隊の第3騎兵中隊の指揮官となる。同年10月1日、騎兵隊員に昇進。第2次世界大戦勃発まで、 シュリーベンはいくつかの連隊で参謀付副官などの役職を務めた。1938年までに中佐に昇進している。開戦時、シュリーベンは第13軍団の副司令官付副官を務めていた。1940年8月15日、第108防護連隊の連隊長に就任し、1941年8月1日には大佐に昇進している。 1942年7月20日、第4防護旅団の旅団長となり、1943年2月1日から、第208不評師団の師団長となる。同年3月17日、東部戦線における戦考から騎士鉄十字章を受章。同年4月1日、第18装甲師団の師団長に就任。同年5月1日、少将に昇進。 同年12月12日、第709不評師団の師団長に就任。1944年5月1日、中将に昇進。同年6月23日、シェルブール要塞の司令官に就任。それから3日後の6月26日夜、シュリー・ベンは、司令部での協議を経て、要塞の降伏を決断した。シュリー・ベンは、海軍側のノルマンディ防衛司令官。 アルター・ヘネッケ海軍少将と共に、マントン・エーディ少将指揮下の米第9不評師団に、対して投稿した。また、シュリー・ベンダと共に酸素米の地下号に残っていた800名、以上の将兵も投稿している。その後、セルビニーの故城に設置されていたジョーゼフ・ロートン・コリンズ、米陸軍少将の司令部において、公的な降伏式典が行われた。 トレントパーク収容所で撮影されたドイツの将軍たち。前列中央がシュリーベン。当初、シュリーベンはアメリカ軍管理下の捕虜収容所に収容されていたが、1944年7月1日にイギリスの召喚収容所であったトレントパーク収容所に移された。1945年8月9日、アイランドファーム収容所に移される。 1947年10月7日、釈放の後に、ドイツへと送還された。1964年6月18日、西ドイツの議員選にて死去。VGL、大エピソードバイルドルフ、クリストフ・フライヒーヤ・ホン・ジャース・ダーフ、ソルダイム・ター・ガング、フランクフルト、MUA、ウルスタイン1979、S39、ABC、 ラングラストでドイチェン・ライクス・ハース、HRSG、ライクスウェイ・ミニスティリアム、ミトラー&、ソー・バーラグ、ベルリン1930、S152AB ファイト・シェルツァー、ダイ・リッター・クロイストレジャー19391945、スケツ・ハース・ミラテア、バーラグ、ロニース、イエナ2007、ISBN978 から3から938845から17から2、 S665 S ありがとうございます。